皆様こんばんは、キンメです。昨日に前から持ってたんですよ。このお神酒と普通の酒って実は味同じじゃないかってね、思って、調べてみようかなと思います。で、そのお神酒って何かっていうと、単純に普通日本酒で清酒、つまり酒、普通の酒と同じなんですけどね。言い方的にはお神酒は神様にあげるお酒っていう感じなんです。で、なんでっていうやつなんですけども、あれですよね。その地元で、お米を育てて、で、それでできたお酒ですよね。で、それを神様にあげるという、そんな感じですね。なんだろう、米できてありがとうございますみたいな感じで、そういう意味合いでお神酒ですかね。なんですが、つまり同じかなと思ったわけですよね。で、その地酒とお神酒をね、調べてみようかなと思います。で、ちょっと似たようなパーセントがあんまりね、なかなかなかったんですけども、近いのを持ってきました。で、まず1番、地酒がアルコール度数15%で、米と米麹だけでできてます。で、2番のお神酒もそうですね、こちらですね。これも米と米麹だけの15%で、そのちょっと違うのはですね、どちらも純米のお酒なんですが、このどれだけ純米かっていうあれですね、この精米歩合っていうのがありまして、削れば削るほどパーセントが低いほど削られてて、その米の味がするっていうやつらしいんですけども、地酒の方が65%で、こちらのお神酒の方が70%、ちょっとね、数字は5%違いますけど、実質同じじゃないかなと。お許しください。じゃあまずは地酒から飲みましょう。そしてね、その酒を飲みたい、たくさん飲みたいっていうわけじゃないんです。調べたいだけなんです、私は。はい、乾杯。むわーっときますね。あんまりその最初のあれだな、きつい酸っぱさとかはないですね。あ、やっぱりね、味違いますね。こっちはね、よりその最初がきつい、そう、酸っぱみが多いというか、なんででしょうかね。この同じさ、米と米麹だけなのに、ちょっと分かんないっすね、それは。飲んでみないとわからないってやつですね。こっち一応金箔が入ってるんですけども、同じかなと。そんなにね、金箔あるないは変わんないかなと思うんですが。最初がね、酸っぱみがあるんですよ。こっちは酸っぱみがないんですよね。なんだろうね、わかんない。こっちの方がわりかし最後の方がね、そのうわーって、なんだろう、このお米か その米感がすごいうわーってくるのもあって、わりかしこっちの地酒の方がうまい気がする。ちょっとだけパーセントがね、こっちの方が高いと思うんで。これいくらだったかな？確かね、高かったと思う。それなりに高かったと思う、地酒の方は。純米ですからね、その米と米麹だけなんで高かった気がする。それでもね、1000円ぐらいですね。私はそんなにね、高いお金をね、まだ買えないかなっていう感じなんで。もちろんね、お金がいっぱいあればもっと研究で高いのに手出せると思うんですけども、なぁと思って、そんなに、その、ね、言うてね、私そんなにね、酒かすってわけでもないんで そうだね。何が違うんでしょうかね。ちょっとわからないです。でもね、だいぶ、結果味が、そうですね、同じではなかったです。なんででしょうかね。どっちもね、うまいんですけどね。なんでだろうね。匂いが、パーってくるんかな。
よりこっちの地酒の方がなんかその米臭さというか、なんかそのブワーっていうのが来る 伝え方。はい、以上です。よかったですね。調べてみて、本当違いが分かってください。調べてみないとなかなかね、分かんないと思うんでね、皆さんもぜひ調べてみてはどうでしょう。たった5%でね、こんなには差は出ないと思うんだよな。だから、やっぱ何か違うんでしょうかね。っていうか、まあ、作り方が違うんでしょうかね。はい、以上です。でもまあ、そのおみきもね、会社によっては違うと思うし、で、ランクも、もしかしたら変わると思う。それで味が。で、地酒も、地酒に関してはもっと変わると思う。な、多分。その米ってさ、まあ、一つに言われたら全部米だけど、品種が違うわけじゃん、多分。それだと思うよ。さ、米の種類いっぱいありますやん。でも、みんな同じ味ってわけじゃないでしょ。秋田小町なり、コシヒカリなり、ありますけども。だから、多分米が違うんじゃないですか。わ かんない。もしかしたら、その米麹も違ったり、水も違ったりするのかな。はい、以上です。よかった、調べられて。